岩手県大槌町。三陸海岸が織りなす美しい風景と、そこに暮らす人々。大槌には感動の出会いがあります。人々の心を潤す穏やかな風土があります。そんな大槌町が登場するアニメーションが2作品誕生しました。大槌町が舞台のモデルの一つとなる長編アニメ映画岬の迷いが、そして町が制作した短編アニメ作品大槌買い物語、2つのストーリーが全国そして世界へと発信されています。大槌アニメフェスタ、ご覧の皆様、はじめまして。岩手県大槌町長の平野幸三です。今回大槌町において初めてのオンラインイベントです。大槌町ではアニメやコスプレをはじめとしたエンターテインメント事業による町おこしに取り組んでおります。ぜひ皆様ご一緒にこの新たなチャレンジに参加してください。それでは大槌アニメフェスタの開幕です。蒼井翔太さん、この後よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。大槌会役を務めます蒼井翔太です。さあ、これから大槌ゆかりのアニメ2作品を通してご覧の皆さんへハートフルなメッセージを送りますよ。まずは岬の迷いが。あなたを信じる場所がここにある。迷った人を幸せにする伝説の家迷いがで、17歳のゆいが出会ったのは不思議だけど温かい家族でした。ある事情で家を出てきた17歳のゆいと、両親を事故で亡くしたショックで声を失った8歳の日和。居場所を失った2人は不思議なおばあちゃんキワさんと出会い、海を見下ろす岬に立つ不思議な古民家迷いがに住むことに。成り行きでキワさんについてきてしまった2人だったが、訪れた人をもてなす伝説の家迷いが、そしてキワさんのぬくもりに触れ、それぞれ傷ついた心は次第に解きほぐされていく。そんなある日、不思議っとと呼ばれる優しい妖怪たちがキワさんを訪ねてきた。彼らは町で相次ぐ怪奇現象を調べるため、キワさんに力を貸しに来てくれたのだった。不思議っとの存在とともに、キワさんは昔からこの地に伝わる伝説アガメのことを語り出す。人々の悲しい思いを糧に大きくなっていくというアガメと、人々を影から守る存在不思議と、新しく見つけた居場所と自分の周りの優しい人々を決して傷つけたくないと強く思うゆい、ゆいと日和、そしてキワさんはそれぞれの過去を乗り越え、大切な居場所を守ることができるのだろうか。岬の迷いがは、児童文学作家の柏葉幸子さんが東北の民話を盛り込みながら綴ったファンタジー小説です。その柏葉さんからコメントをいただいています。岬の迷いがは被災地をみんなが不思議な者たちも心配しているんだよと言いたくて書いた物語でした。心配するだけで何の力にもなれない不甲斐ない自分の代わりに、キワさんたちや不思議な者たちが頑張りました。そしてアニメ映画では、関わってくださった皆様の気持ちが本を芯にした雪玉のように大きくなって、見てくださった方へ届いたと思っています。柏葉幸子。そんな柏葉さんの思いを胸に、川面監督ほかスタッフキャストが制作しました。岬の迷いが監督の、川面慎也です。よろしくお願いします。個人的にはすごく受賞したことはすごく驚きました。関わってくれたスタッフとか、その
大土とかの皆さんが少しでも喜んでくれるんだったら本当にありがたいことだなと心から思ってます。原作がものすごく重たいテーマ、どれぐらいのその重さとか楽しさとかのバランスをどう取るかっていうのはすごく考えましたし、でまあ同時にそのそれをやりつつバランスを取りつつ原作がまあ表現しているそのなんだろうな、人間関係とか自立とかそういう大切な基本的な普遍的な大切なことをちゃんと原作の表現方法になるべく乗っ取った形で表現していけたらいいなと思いました。なんで、まあ、とにかくその岩手の雰囲気を感じに行こうっていう、で岩手のその沿岸部だったりのその有名な場所だったりとか綺麗な場所を見に行って、一旦こういう世界観で描かれているんだっていうのをみんなで見ようっていうところからスタートしましたね。現地の方々と話す機会をいただいたっていうのは本当に映画全体に影響しているかなと思います。映画を見てもそのスーパーが持つ雰囲気だったり神楽が持つ雰囲気っていうのはちょっと出てるのかなっていうのも思います。なんかちょっとやっぱ行くたんびになんかちょっともう馴染みの風景になっていって、なんとなくもう懐かしいなみたいな感じにもなっていて、だからそういうふうに公開が終わった後も応援していただいてるっていうのは本当に心強いし、作ってよかったなと思います。ありがとうございます。大土駅の中に三崎の迷いがコーナーがあり、交流ノートには川津監督のメッセージも。三崎の迷いがに町の職員女性役で出演させていただきました桑島宝子です。あれ桑島さん出てたの、気づけなかったという皆さん、ぜひもう一度ご覧ください。それぐらいさりげなく出演しておりました。三陸コネクトフェスティバルというイベントで私も数年前からご縁をいただいている大津市長が作品の舞台のモデルということで、見覚えのある風景だったり、なんと神楽が出てきたり、三陸の温かい癒しの詰まった作品です。あと収録は別撮りで絡むシーンもなかったんですけれども、小槌川のカッパ役タッソ拓也知事と共演できたことも良い記念になりました。ブルーレイなどパッケージでもぜひお楽しみいただき、その後で大津市長を訪れてみてください。桑島宝子でした。素晴らしい作品に吉井役で出演させていただき、感謝の思いでいっぱいです。たくさんのスタッフの皆様のお力で一人一人のキャラクターが見事に描かれ、あっという間に物語の中に引き込まれました。家族や魅力満載の不思議っ子たち、キワさんのみんなできることをやるっきゃないという言葉がとても印象的でした。桜の木はヒット作と信じています。桜が咲くその頃には私も大槌町に行けますように。一条みゆき。主人公ゆいの境遇は日本人として胸が痛むものでありましたが、キワさんや町の人たちの優しさに触れ、不思議っ子たちと共に困難を乗り越えていく姿にとても勇気づけられました。収録では岩手弁に苦戦したのですが、お手柔らかに聞いていただけると幸いです。この作品への出演を機に大槌町について調べていたのですが、百聞は一見にしかず、いつか遊びに行きたいと思っております。森奈々子。岬の迷いがは誰にでも帰ることのできる場所が必要なのだという思いを込めて作りました。そこは帰ってくる人が安らげ、明日への活力を満たせる家であったり故郷であったり、あるいは旅の宿なのかもしれません。大槌町も
帰ってきたいと思える町の一つであり続けることを願っております。吉田玲子。はい、フジテレビアニメ制作部の高瀬一子と申します。フジテレビでアニメーションシリーズであったり映画、ミニアニメといった、まあ、本当にあらゆる形態のアニメーションを制作しております。柏葉幸子先生原作ということで、もともと私たちのチームは子供の頃から柏葉先生の本にずっと接して、本当大好きっていう、まあ、ファンも多くてですね、作品を読ませていただいて、本当に日本古来から、まあ、その息づく不思議なものたちとの、関わりであったり共生とか、あとその居場所を失った人々が家族として再生、まあ、そして成長していく、まあ、姿っていう、本当に優しく温かいテーマだなというふうに思いまして、この、まあ、癒されるこのストーリーにですね、これをアニメーションにしたいと思ったのが企画の入り口になります。河津監督に関しましては、のんのん日和という代表作が自然描写であったりとか、あとその中で暮らす人キャラクターへの、まあ、温かいその眼差しであったりといったもの、こういったところが非常にこの作品にマッチしてるなっていうところを思いまして、起用させていただきました。デビッドさんが会社を立ち上げられた最初の作品というのが私たちが放送させていただいたアニメーションでして、本当にクオリティの高いアニメーションを作られるスタジオさんだなというふうに思っておりましたので、今回お声掛けをさせていただきました。東日本大震災後の2011年の7月に、フジテレビで立ち上げた子ども応援プロジェクトというのがあるんですけれども、こちらを土台にして、1年後にずっと応援プロジェクトという名前に変えてですね、支援につながるそのアニメーションによってその聖地巡礼を促すというようなことができないかなと思いまして、3県を舞台にした作品というものを、まあ、制作しようということに至った次第です。本当に今回のようなその熱意であったりとか、そのアイデアだったりとか、そういったところが私たちも本当励みになってますし、勉強もさせていただいたところもございます。本当にありがたみと感謝しかございません。アニプレックスの岩崎のり子と申します。映画岬の迷いからでは、プロデューサーという形で立たせていただいております。私自身が岩手県出身ということもありまして、ずっと応援プロジェクト3作品を、まあ、そういう経緯もありまして、担当することになったんですが、特に岬の迷いが出身県でもありますし、まあ、震災後起きてからも何か地元に恩返しができるようなことでできないかなと常々思っておりましたので、今回この作品に関わることというのがすごく意味がありましたし、強い思い出がありました。制作前はこの作品が被災地の風景ですとか避難所とか描かれているっていうところもありまして、まあ、見た方がどう受け止めるんだろうという不安がちょっと、あったんですけれども、そうですね、制作を進めていくうちにやっぱりこの作品を届ける意味っていうのがどんどん実感してきて、一人でも多くのお客様に見ていただけるように、思いがどんどん強くなっていったっていう形になります。応援する会の皆様の声援がありまして、本当にコロナ禍という厳しい状況の中、制作をスタッフ一同進めることができました。本当に、皆さんの声援のおかげだと思っております。こちらも重ねてありがとうございます。現在ブルーレイですとか DVD、 あと配信でも作品が、ご覧いただけますので、ぜひまた見ていただけてない方は、ご覧いただきたいなと思っております。フジテレビの竹枝と申します。岬の迷いかでは、プロデューサーを担当させていただきました。各自治体をはじめとしたタイアップ展開の提案および調整とですね、制作委員会周りのスキーム構築契約周りをメインに担当させていただきました。自分自身が帰れる場所を振り返られるような作品だなと思っております。私の場合は実
家ですとか家族、あとキワさんのように優しかった祖母を思い出してしまう、そんな温かみのある作品だと思っております。映画の舞台のモデルとなった地域の方に愛していただける映画にしたいと思っておりました。その気持ちに今も変わりはなくてですね、このように大槌アニメフェスタでも取り上げていただいて大変感謝しております。また応援する会様をはじめですね、釜石線沿線広域エリア活性化委員会様が発行されているパンフレットでの取り上げですとか、大槌町さんと友好関係にある各自治体様が展開されているチラシでのお取り上げですとか、舞台探訪マップの制作ですとか、様々なご提案とお力添えをいただきました。またオリジナルビジュアルの制作の希望もいただきまして、ご活用いただいていることも嬉しく思っております。応援する会の皆様の積極的なご提案と協力をいただきまして、より多くの方に本作を見ていただくことで大槌町を知っていただく機会につながっていると思っております。今後も変わらぬお力添えをいただけるとありがたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。映画岬の迷いがの音楽を担当しました宮内優里と申します。僕が2014年になると思うんですけど、岩手の、を舞台にした実写の映画でリトルフォレストっていう映画がありまして、でその音楽を担当させていただいたんですが、なんか、今回の監督が川津監督が、映画をご覧になってオファーをいただいたというふうに僕の方では聞いております。作品がすごく温かい作品だなっていうのは、まず一番僕の中であったので、とにかくそのキャラクターたちをこう優しく包み込むような、そういうイメージ、まあもちろんシーンによっては そうじゃないシーンもあるんですけど、意識してたかもしれないですね。今回あの和楽器を使った音楽みたいなものもたくさんあったりして、かなりこう、やってみるとすごくチャレンジする場面がかなり多かったんですけど、まあ、そういう意味ですごく、まあ、成長させていただいたなっていうのをすごく感じていて、僕は大槌町には一度だけお伺いして、2019年の6月ぐらいだったと思うんですけど、大槌町郷土芸能祭っていう神楽、大槌町を中心として、まあ、東北の神楽の団体の方がたくさん出演されるのを、まあ、取材というかロケ班として見に行ったんですけども、まあ、大槌町のその雰囲気というか、なんかすごい神楽が何ですかね、町にこう根付いてる感じというのをすごく感じて、で実際そのやってる団体の方を見ていた時に、なんかすごく皆さん自然と取り組まれている様子がすごく新鮮に感じました。まあ、その金田神楽の良さというか、まあ、僕が感じるところになりますけど、そういうものをなんかできるだけ音楽に取り込めるといいなと思って、だから一方的にすごく見てたっていう感じではあります。はい、なんかこういう音楽の仕事をしていて、こういう震災に関わるような活動に、まあその復興というかね、そういうことに関われる機会っていうのはなかなかなかったので、そういう意味でも僕は光栄でしたし、もしこの映画をご覧になった大槌町の方々が喜んでくださってるのであれば、僕はもう本当それがすごく嬉しいなという気持ちです。はい、私が演じた小槌川のカッパはのんびりおっとりとした性格で、岩手の県民性を感じさせるキャラクターなので、声優は初挑戦でしたが、私自身に近いイメージでリラックスして演じることができました。映画では大槌町をはじめ岩手の魅力を感じていただけたと思います。岩手県全体として歴史的にコンテンツの厚みがありますが、大槌町は郷土芸能がとても豊かで伝統があるところに、アニメ聖地としてもいよいよ大きく花開こうとしていること、大変素晴らしいです。タッソタクヤ。大槌町では大槌町観光交流協会のコンテンツビジネス戦略事業部会の中に、映画岬の迷いがを応援する会を設置、舞台探訪マップを作りました。そこへカメラも訪ねました。
避難所。中央公民館に続く坂道と大会議室内周辺。ゆいと日和がキワさんと出会う場所です。キツネマート、シーサイドタウンマストです。ゆいたちが買い物に訪れるスーパー。大槌商業開発株式会社シーサイドタウンマスト事務局の金沢達也と申します。マストがモデルとなったキツネマートが登場したんですけども、その時にはもうとても嬉しかったですね。一応こちらの方にも三崎の前が交流ノートを設置しているんですけども、映画を見てきましたというコメントがたくさん寄せられたのでとても嬉しいです。そういう方が今後も増えると嬉しいです。スーパー千田はファミリーショップ八幡がモデル。桜木町のファミリーショップ八幡です。八幡由紀子です。映画に2回見に行ったんですけど、やっぱり震災の時の公民館のとこでやってるのはすごく胸に刺さりましたよね。ああだったんだよなって言いながら、大変だったけど皆さんはもっと大変だったんだろうなと思いながら見ました。皆さんに見てほしいです。小槌神社、大槌町オリジナルビジュアルの背景に描かれています。その他小廟橋や川沿いの風景などもモデルに。皆さんもマナーや感染対策を守りながら訪れてみては。続いては大槌買い物語。改めまして三陸鉄道大槌駅のイメージキャラクター、大槌海役を演じます蒼井翔太です。このアニメ作品を通して大槌町の風土を背景に、この町で暮らし日夜働く大槌海の日常を描きます。そんな僕のプロフィールを紹介します。1995年7月20日大槌生まれ大槌育ち。今は25歳、血液型は AB型、好きな食べ物は磯ラーメン。お父さん子カイは父さんがつけてくれた名前。子供の頃大好きな父さんが波板海岸で、この海が大好きでお前の名前に決めたんだと教えてくれたんだ。中学3年生の時に東日本大震災の津波で家も流され、父さんが行方不明に。大好きだった海に父さんを奪われ、町や海が嫌いになり、いろいろと悩んだ。悩んだ結果、やっぱり大槌のために働きたいと考えるようになったんだ。今回大槌町初のアニメーションが完成しました。それでは大槌買い物語デパーチャー出航をご覧ください。ありがとうございました。いいいい、配達のついでだから。じゃあな。いい景色だろう。うん、俺も母さんもこの景色が大好きなんだ。うん、お前の名前はここなんだぞ。ここって？この大きな海がお前の名前だ、カイ。
ただいま、父さん。辞令書、大槌会。一般社団法人大槌町観光交流協会への出向を命ず。三陸鉄道株式会社代表取締役社長、中村一郎、代読。期待しているよ。わからないことは先輩の彼にいろいろ教えてもらいなさい。小槌です、よろしくね。はい、よろしくお願いいたします。この町に帰ってきてどれくらい経っただろうか。わかりました。ではこの後伺いますね。僕はこの町で働いている。生まれ育ったこの大槌町で。おお、これですか、新商品。おお、大槌サーモンの燻製だ。美味しそうですね。うまいに決まってっぺや。食べてみっか。いいんですか。おお、これは懐かしいな。楽しかったよな。はい、もしもし。はい、はい、はい、すみません、すぐに戻ります。すみません、ちょっと自分。はいはい、気ぃつけて帰れよ。はい、失礼します。本当にすいません。いえいえ、念のために確認ですから。200万個ではなくて200個でお願いします。ですね。まあ200万個でも私どもは嬉しいんですけどね。いやー、もうすいません。もう本当にごめんなさい、桁を間違えるなんて。大丈夫大丈夫、僕謝りに行った方がいいですよね。いやさ、あの後実は課長が直接謝りに行ってくれたんだよね。え、そうなんですか。佐々木プラスチックさん、笑って許してくれて。てか逆に心配してくださったんだって。課長、ありがとうございます。いいからいいから。でも謝るのも俺の仕事だから。さあ、聞い取り直して今日はこれを貼りに行くぞ。1枚でも多くお配りできるよう頑張ります。すべての人に朝は来る、始まりを連れてくる。いやー、全部貼り終わった。はい、生きると胸に誓う。父さん、失敗ばかりで心配かもしれないけど、僕は大槌町で頑張っているよ。さあ、帰るぞ。はい。溢れるその日まで。
この大槌買い物語のプロデューサーは佐藤ひろみさん。大槌町の出身で、ふるさとの魅力を発信する三陸大槌 PR 大使でもあります。佐藤ひろみです。この作品ではプロデューサーという形で作品に関わりました。大槌町の、産業振興課の皆さんの気持ちや、あと、私の気持ちや、そしてアニメ制作人の気持ち、みんなの気持ちが、こう集まって5分間にまとめるっていう作業がとっても大変でした。はい。その5分間の中で、たくさんの人に伝えるっていう、そのストーリーをこういいところを抽出するっていう作業にとっても時間がかかりましたし、一番そこに力を注いだところとなっております。大槌買い物語は、プロの声優が、演ずるわけですけれども、一般の方がねオーディションなんかしちゃったりなんかしてアニメーションの役何かをやるとか、そういった形でこう展開していくと、なんかこうすごく面白いななんて思ったりもします。はい。エンターテインメントってやっぱりこう余裕とかがないと楽しめたりとかしないと思うんですけれども、ようやく震災から10年以上経って大槌町が、復興しつつあるということで、アニメーションを通して、大槌町が元気になっている姿っていうのを届けたいという思いもあり、この大槌買い物語という作品を、大槌町さんが作りました。その一端を、お手伝いさせていただいたんですけれども、大槌会を通して、リアルな大槌町、で私も震災を体験していますので、その人間でなければ描けない姿というのを、5分間の中に凝縮したつもりです。はい。このアニメーションを通じて、大槌町の魅力や、町の人たちが頑張っている姿っていうのを、伝えることができたら、幸いですし、またこのアニメを通して、コロナの時代が落ち着いて聖地巡礼として実際、大槌町に足を運んでくださる方や、ご飯を食べに、美味しいものを食べに遊びに行ったりとか、そういう風な、未来になったらいいなと思って、このアニメを、世の中へ送り出したいと思います。遊びに来ていただけたら、そういう未来が早く来るといいなと思っております。大槌怪役を演じております蒼井翔太です。アニメーションのプロデューサーでもある佐藤ひろみさんから、大槌怪君っていう、子がいて、でその大槌怪っていう怪がですね、そのこう名前を付けられた理由だったりとかっていうものを、すごく熱を持ってこうお話しいただいたんですね。大槌怪君に込められた願いっていうものをしっかりと届けられるように、演じております。現地の、大槌町のこう復興に合わせて、こうやってアニメーションを作られることっていうのはやっぱりすごい大きなことだなと、感じました。大槌町はですね、三陸コネクトフェスティバルっていう、大槌町のイベントにですね参加させていただいて、そこでやっぱり感じたのは、やっぱり大槌町の皆さんの、明るさ、そして元気、エネルギーがすごく大きくて強いなっていう風に感じたんです。なのでこのアニメーションにもすごく皆さんのパワーと、笑顔、元気が、詰まっているなっていう風に感じました。そして、そこで食べた磯ラーメンがめちゃくちゃ美味しくて、そして今東京にねやっぱ住んでますけど、東京でも気軽に食べれたらいいのになと思いつつも、いやそんな気軽に食べれたらあかんよ、あの代物は。もう本当にそれぐらい、もう出すんだったらもう僕だったらもう普通のラーメンの3倍いや4倍ぐらいはお金にしますね、高さに。それぐらい貴重な、磯ラーメンでございます。皆さんいつかね、まだまだこのご時世ですけど、実際に行ってみてですね、はい、磯ラーメン一度食べてみてください。びっくりしますよ。たくさんのスタッフの皆様とか、スタジオの皆様とかが、なんとか最善の、
対策、パーテーションを一人一人の間に、つけていただきながらアフレコさせていただいたりと、本当に昔のように大人数でアフレコをする機会っていうのはなくなってしまいましたけれども、全員集まれなくても、まあ、一つの作品に込める思いって、このコロナ禍に込める思いっていうのは、一人一人変わらないんだというふうに感じております。まずはこの大津町のアニメをしっかりと皆さんと広めていきたいですよね。大津海君に込められた、大きな、願い、っていうものもきっとこのアニメの中で、解き明かされていく、と思っておりますので、あ、海君ってこういう風な願いを込められて、育ってきたんだなっていうところだとか、まあ、一人一人キャラクターもすごく、とても個性の立った温かみあふれる、登場人物たちですので、一人一人を、愛していただきながら、皆さんも大津町に来たみたいな感じでですね、見ていただけると嬉しいと思います。今後とも大津町のアニメぜひよろしくお願いします。どうも、井上和彦です。今回はですね、大土会のお父さんをやらせていただきました。大土町でですね、アニメーションを作るという、まあ、そうしてこう皆さんに力を与えることをしたいんだっていう話を聞きまして、僕でできることであれば何でもしますという形で、OK させていただきました。主人公の、まあ、お父さん役であったんですけれども、その時間の流れっていうかね、東に日本大震災があって11年経って、その時間の中でいろいろなことを感じて、皆さんこう悩まれて生きてきた中で、一言ではまあちょっと言い表せないようなご苦労もあったと思うんですけども、そういうものをこうこの物語の中にきちんと織り込んであるような、そんなお話だと思いました。まあショートっていうか短編の話なんですけれども、そこに対するものを、なんていうんですかね、思いというか、そういうものがすごく詰まってる作品だなと思いました。こうコロナのこともあって、みんな一緒に撮るというわけにはいかないかったので、まあ、バラバラにちょっと 撮らせていただいたんですけれども、それでもプロデューサーの、方が大津市長の親善大使をやられていて、でいろんなお話を伺って、まあ、その佐藤さんがのお父様もこう津波でまだ見つかっていないっていう話を聞いて、まあ、僕のやる大津会のお父さんにも結構ダブらせていたので、その辺のこうなんか思いを受け止めつつ、重い状態にならないようには気をつけながら演じさせていただきました。とてもこう心の優しくなるようなアニメーションだと思いますので、皆さんの思いの詰まった作り手側の思いの詰まった作品をですね、多くの方に見ていただきたいなと思います。自分でご覧になったらですね、お友達に広めていただいて、一人でも多くの方にこのアニメーションを見ていただけたら幸いでございます。はい、高則さん役をやりました、ひむかとめきちと申します。よろしくお願いします。そうですね、地元のなんか良き兄貴分みたいな感じがして、すごく頼りがいのある方かなと想像しながらやりました。こういった人が逆にいたら嬉しいだろうなっていうのも想像しながらやってみましたね。岩手弁っていうものにも触れられて楽しい現場ではありました。まあ、今の時代、それこそ DX でしたっけ、デジタルトランスフォーメーション、すごくいい取り組みだなと思ってますし、まあ、これを機会に、まあ、日本だけじゃなくてね、なんか世界にも大津町っていうもの存在を知ってもらえれば嬉しいのかなと思います。一番最初は私も所属しています日本俳優連合っていうところがやってた復興支援のチャリティーイベントで、大津町の方に来ていただいて、いろいろ交流があったのをきっかけに、4年前5年前かな、大津町、あの時は宮古大津釜石行かせていただいて、その時に食べた磯ラーメンが
すごく美味しくて、もうそれからちょっともう記憶から離れていかないぐらい磯ラーメンの存在が大きくて、あとちょっと個人的に好きだったのが、ピーマン味噌、あれがちょっと衝撃的でしたね。エンタメとか観光とか文化芸術は心の栄養だなと思いましたね。やっぱそこに2年間ぐらい触れられてなかっただけで、だいぶ心がいろんなものが足りてないなってのを感じましたので、なんかこういう作品を、ね、きっかけにまたいろんなエンタメとかにいろんな方が触れていただければと思っています。そうですね、個人的にちょっと昔やってた活動なんですけれども、子ども向けのインプロ即興劇だったりとかで、コミュニケーション能力を高めるだったりとか、そういったものを積極的に何か私も役に立てることがあればやってみたいなとは思っております。震災そしてコロナといろんなものが続いておりましたが、ぜひこういった作品をきっかけに、大津町というものを知っていただいて、ぜひ、皆さんも磯ラーメンを体験していただければと思っております。よろしくお願いします。島田敏と申します。課長役をやらせていただきました。課長役でして、温かく、部下を育てて、若い人たちに、成長していただきたいというふうな思いのある課長だと思います。町がこういう形でアニメーションを作っていけるっていうのはやっぱりすごい初めての試みなわけですから、きっと大変な思いがあると思うんですけれども、このアニメーションがこう、シリーズとなって、大津町の方も、それから大津町の他の方も、大津町を知ってもらって足を運んでいただけるようなアニメになったら素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。港の方にも行かせていただいて、船を出していただいて、ワカメをこう揚げたりですとか、あと牡蠣をこう揚げて港に帰ってきて、これから牡蠣むきの講習会をやるとかって、ああそうですか。でワカメはしゃぶしゃぶビラにサッと湯を通すと、もう色がサッと変わるんですね。でポン酢でいただいて大変美味しくいただきました。はい、大津町がこういう形でアニメーションになって、これからどういうふうな展開また続いていくかちょっとわからないんですけれども、とにかくたくさんの方に見ていただいて、大津の良さをご理解いただいて、たくさんの方が大津町に来ていただければというふうに願っております。頑張ってください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。小槌桃太郎役を演じさせていただきました秋谷博人です。海くんの先輩なんですけれども、そういうちょっとお調子者で明るいながらもしっかりこう大槌のことをしっかり思ってて、お仕事もしっかりまっすぐな、そんな青年です。まず第一印象はものすごく嬉しかったんですよね。実際に僕も岩手県大槌町に2度行かせていただいたんですけれども、その時の何でしょうね、こう復興に向けて皆様がこう力をこう合わせて一つのところに向かってるっていう現状もしっかりこう僕は目の当たりにして何か力になりたいなっていうふうに思ってたので、そういう意味でその台本にもそういう思いがすごくこうパワーを、思いが込められててパワーを感じたので、すごく携わることができて本当に、嬉しいなっていうふうに思いました。ご飯が美味しかったです。ものすごくいろいろいただいたんですけれども、中でもやっぱ磯ラーメン、これはすごく、美味しかったですね。なんかもう初めて食べた味、なんだろう、自然の味がダイレクトにこうスパーンと入ってくるような、エンターテインメントの業界に携わるものとして、なくてはならないものだと信じて、います。それに助けられてる方もやっぱりたくさん、いらっしゃると思いますので、いつかまた前と同じように前以上に、皆さんとこう笑顔を共有できるような、エンターテインメントをお送りすることができればいいなと思ってますし、今、岩手県で、よりこの歌ラジというラジオに、ちょっと出演させて、出張版という形で出演させていただいてるんですけれども、
実際に岩手に行って、まあ、公開収録じゃないですけれども、実際にもっと岩手のことも知ることができますし、コミュニケーション取れてもっともっとこう、岩手盛り上がっていくのかななんて思ってますので、それが一つの夢です。本当に、素敵な作品です。前向きになれます。物産で 食品とか物産とか名産とかも出てきたりとか、方言も出てきたりとか、なんかすごくこう大槌のいいところがすごく詰まってるので、大槌を知ってる方知らない方にも、まあ、たくさん見て、いただけたらすごく嬉しいなというふうに思います。池水道博です。佐々木プラスチック社長の佐々木でございます。まだねその役の方にお会いしてないんですよ。って申しますのはね、あのオフの声声だけなんですよ。電話の声とかね、60年配の明るいおじさんじゃないかと思っております。プロデューサーの方とかお話も伺いましてね、やはり皆さん大変な思いをした11年前ですねがあって、こういったものを作りになってる、このその再生力というかすごいものがありますね。その間私どもは、大槌の方とチャリティーイベント復興支援イベントでもってずっとお付き合いしてきましたんで、役場の方あるいは復興食堂の方とかそういう方と面識がありましてね、それでつながりができてるんですよ。まあこれがそのコロナでもってここのところね人が集まれないということでもって非常に残念な思いをしています。私実際には大槌まで行ったことはないんですが、ぜひ、行って、実際にその復興の様子を見てみたいなというふうに思っています。皆さん大変な思いをして、いやそのなんですかね、そこから立ち直るということが一番大事なことだと思うんですね。まあ、大変な思いをなさったけども、今こうやって立ち上がってこういったアニメーションを作るということは大変なことだと思います。その活力を皆さんも受け止めて、皆さん被災した方々の元気を出してもらうように応援していただきたいと思います。大槌買い物語でも町内の様々な風景が登場します。三陸花ホテル浜行く総支配人の立花和夫でございます。大変素晴らしいことで、我々も一緒になって、アニメの聖地を訪ねていただけるよう街を盛り上げていきたいというふうに思っております。ホテルもこの物語の中に取り上げられておりますので、この波板海岸を実際に訪れていただければというふうに思います。株式会社佐々木プラスチックの山崎と申します。会社も描かれ、あと社名も使っていただき大変光栄に思っております。アニメの企画と合わせて、この三陸の新鮮な海産物をフィギュアとしてこの大槌から、笑顔と驚きをお届けしたいということで作らせていただきました。おすすめは、贈答用にもできる荒巻鮭でございます。ぜひ、お楽しみいただければと思います。高典海産の佐々木高典と言います。事業内容は全国の消費市場向けに、鮮魚出荷を主にやっております。あとは干物の製造なんかもやっております。まあ、私自身アニメ年がいもなく非常に好きで、まあ、ちょっとやっぱり自分のお店、まあ、お店というか工場ですけど、あとまあ私自身も、まあ、アニメになって、まあ、非常に嬉しく思っております。自転車店とカフェをやっているチャリカフェです。内金崎佳代子です。内金崎大輔です。自転車と手作りスイーツのお店です。いつも飲み慣れてる風景とか知ってる人が出るんで、なんか不思議な感じです。アニメファンの方にはあれですね、コスプレしてきてね。そう、大歓迎です。はい、波板のサンズルヤと申します。民宿食堂をやっております。大野純子と申します。素晴らしいです。もう椅子から何からテーブルの感じからお店の雰囲気がすごく出てたと思います。あ、ここに映ってた、あ、これだとかっていう感じで、まあ、若い方とかがたくさん来てくだされば何よりです。
そして大槌駅では大槌会のグッズを販売しています。大槌会くんのアクリルスタンドですね、持ち歩いていただいて、実際に海くんがあのアニメの中で訪れている聖地ですとか、そういったところで写真を撮って楽しんでいただける商品になってますね。はい、ぜひですね、大槌駅にお越しになった時にはこういうグッズが欲しいよとか、今後こういう展開どうですかっていうアイディアも、ファンの皆さんの目線からいただけたらいいなと思っております。大槌駅でお待ちしております。また小槌神社の境内も登場。その他、町内のあちらこちらの風景や建物が作品の中に登場します。大槌買い物語は町の内外から温かいエールをいただいています。大槌復興社協同組合の理事長をしてます天満です。大槌町立派に、町も できました、この海君のアニメを通じてですね、皆さん、より多く大槌町に来ていただければと思います。一般社団法人槌町との大高明と申します。ファンの皆さんやこのアニメ制作に関わった皆さん、声優さんはじめいろんな方に来ていただいたりとか、また一緒になんか盛り上げるようなイベントを組めたらいいなというふうに思ってます。たくさんの人に大槌に来ていただきたいなというふうに思ってます。北海道大学観光学高等研究センターの、山村隆義と申します。専門は、観光学コンテンツツーリズムでございます。アニメの市場規模についてなんですけれども、一般社団法人日本動画協会さんの調べによりますと、2020年のアニメ産業市場規模、これはですね、すなわちユーザーが支払った金額の推定総額になるんですけれども、その額は全体で2兆4261億円ということになっております。で、このうち海外市場、海外におけるアニメ関連商品の額は、合計がですね、その約半分の、1兆2394億円というふうに報告されております。で、もう一点のですね、アニメ聖地の数についてなんですけれども、ご参考までに申し上げますと、ウェブサービスで聖地巡礼マップというデータベースがございますけれども、そのサイトではアニメ聖地として全国で5000スポットが登録されています。ただですね、アニメ聖地の数の正確なデータっていうのは実は存在しないというのが実情でして、と言いますのも、日本ではですね、膨大な数の作品が毎年作り続けられておりまして、ロケ地や舞台モデルゆかりの地も増え続けています。で、さらに、過去の作品のロケ地などについても網羅的に十分に整理されたデータベースっていうのは存在しないのが実情なんですね。ですので、先ほど申し上げました5000スポットっていうのはあくまでも目安で、5000スポットよりも当然多く、より多くのスポットが存在するというふうに考えていただいていいというふうに思います。一過性のブームに終わらずに、長期にわたって作品と結びついて人がいらっしゃっていただけるような街、そういった、いわゆるコンテンツツーリズムの目的地になっている街、事例っていうものには3つの共通点があるように考えています。で、1つ目は、まず作品そのものが古くならない内容を持つ質の高い作品であること。2点目は、地域の皆さんがそうした作品を大切にすることで、作品自体が地域の文化資産になっている。で、3点目が、地域の皆さんが、これも非常に重要なところなんですけれども、いらっしゃったファンの皆さんをもてなす気持ち、お気持ちがある場所であると。この3点がやはり共通して成功している事例にはあるというふうに見ていて感じます。まず私が一番関心を持っている点は、そのメディアミックス地域おこしっていうこの新しいコンセプトなんですね。で、このコンセプトはおそらく日本全国でも大槌町さんが日本で初めてですね、作った言葉だというふうに思います。地方が主導する文化的安全保障の先駆的事例、こういうふうになっていただければなというふうに大いに期待しております。
横浜国立大学都市イノベーション研究員の須川明子と申します。専門はポピュラー文化を、行っておりまして、日本アニメーション学会の会長を現在務めております。特に、コンテンツツーリズム、それからオリジナルアニメーションという部分に注目しています。特にコンテンツツーリズムという、言葉が、先頃のニュース番組にも使われているくらい、徐々に定着してきたなという感じがいたします。でコンテンツツーリズムとして、あらゆるコンテンツを使って、いろいろな方々に魅力を発信するということができるようになっていると思います。今まではアニメを通じてその舞台に、ファンの人が訪ねていくというのが主流だったと思うんですけれども、そのアニメのツーリズム以外にも、例えば、小説ですとか、歌ですとか、キャラクターグッズですとか、本当にあらゆるコンテンツが、そのツーリズムの魅力として、利用できるということが、昨今いろいろな事例の成功例で明らかになっているというところで、非常にそのアニメツーリズムから発展したコンテンツツーリズムというところの可能性を感じています。続く限りキャラクターはその年のままで永遠に生き続けるということで、世代を超えてですね、ファンが、継続するという可能性もありますし、これからも情報をどんどんと発信していただいて、いろいろなその自治体さんにもヒントを与えるような形で、走っていていただきたいなと思っています。3月6日、大槌買い物語のオンライン交流会が行われ、僕も参加させていただきましたよ。町長をはじめ、町や大槌町観光交流協会の関係者、町内の高校生たちが参加し、おしゃっちと東京を結び交流を深めました。アニメ制作に携わってくださった方々にと交流できる機会ってなかなかないので、どういう思いで作ったとかっていうところを聞けてすごく楽しかったです。すごい、なんて言うんだろう、自分の街がアニメになっているっていうのはすごいなんか誇りに思うし、こう自分が行った街、育った街がアニメになるってすごいことだし、これからも頑張ってほしいって思います。大槌町だなってすぐに分かるようなアニメになってるので、そこを見て新しい大槌町の魅力とかを知ってもらえたらいいなって思います。さて、ここで大槌アニメフェスタをご覧の皆さんへ大発表。実は大槌買い物語の第2話の制作が決定しました。やった。放映はインターネットで無料一般配信、放映開始日は第2話の完成後に改めて町のツイッターなどで発表しますので、ぜひご期待ください。大槌町が舞台のモデルの一つとなる長編アニメ映画「岬の迷い」が、居場所を失った17歳の少女と新しい家族たちの不思議で温かい生活を描く物語です。町が制作した短編アニメ作品「大槌買い物語」。大槌町の風土を背景に、この町で暮らし日夜働く大槌会の日常を描きます。作品を通して大槌の風土、景色、そして魅力を十分に感じてくださいね。今回は見てくださって本当にありがとうございました。またねー。